その町のあっと驚くグルメ情報。玉野市にあるパティにこだわったハンバーガーと自家製コーラのお店テンズでは、変わったコーラを販売しているそうなので気になります。できたら取材よろしくお願いします。いってらっしゃい。フェリーが出ていきましたよ。私はですね、玉野市宇野港ほど近いところにやってまいりました。先ほど皆さんにご覧いただいたメールなんですけれどもね、はい、自家製コーラが楽しめるお店ということで、こちらなんだそうです。その名もね、ここに書いております。ほら書いてますね、自家製コーラとテンズ。こんにちは。あら、お子さん抱えて可愛らしいですね。ご主人がテンズさんのオーナーさんですか？いえ、違います。どういうことですか？僕は、はあ、シェアショップウズのオーナーです。ということは、はい、ウズさんが母体としてあって、はい、テンズという名前のお店は間借りしているという。そう、玉野市実行のシェアショップウズは、若い経営者を応援したいと、一つの販売スペースを共有する日替わりの貸し店舗を運営しています。現在曜日ごとにカレーや燻製などのお店が出店中。火曜日がテンズなんですね。テンズのオーナーさんはひょっとしてあのすだれの向こうにいる方？あ、そうかもしれません。こっちに来てくださいはい。うわ、また奇抜やな。テンズのオーナーで間違いない？いや、違います。どういうこと？他にもいるん？あの向こうに。実は、はあ、いや、僕がテンズの。めんどくさいな、おいおい。ちなみに、まあ、自家製コーラということで、これなんです？これが何でもコーラになるっていう魔法のシロップです。魔法のシロップ、気になります。でしょ。これ何で作ってるんですか、そもそも？これは、カルダモンとかクローブとかシナモンを、お砂糖と柑橘系のフルーツ、レモンやオレンジ、はい、ライムとかと一緒にブレンドして混ぜて、で煮出して。スパイスなんだ。そうなんです。ここで豆知識を一つ。そもそもコーラはスパイスを調合して作った風邪薬が始まりと言われております。薬膳だったんですね。体にも優しそう。袋で出てくるんですね。コップ使わないですね。そうなんですよ、はい、エコうちの相方もエコ。私が滑ったみたい。コラコーラだけに、オリジナルコーラ。ではいただきます。はい。まろやか。あ、スパイスの香りする。そう、美味しい。全然尖ってないし、まったりもしてない。感じにまとまって、まろやかですね。角がない。美味しい。ありがとうございます。あ、本当にスパイスですね、香りは。そうなんですよ。味が想像できません。スパイスの香りが効いたジンジャーエールって感じかな。なるほど。さあ、コーラを堪能したらお次はこれ。これハンバーガー美味しそう。お待たせしました。本日のバーガーのいぶりがっこ照り焼きタルタルバーガーです。おー、もう触れたいポイントがたくさん。いぶりがっこって何？たくあんの燻製。ほう。バリバリ食感の、あの特製のタルタルソースです。おー、パテも美味しそうですよ。ほら、肉厚で。ちょっと今一個いいですか、思い出したんですけど。何を思い出したんですか？テンパって、照り焼き忘れたんですよ。照り焼き？照り焼き忘れたんですよ、これ。緊張しちゃったのかな。あの、作り直してくださるそうです。父さん、あんな感じなんですか？あんな感じです。あ、でもテンパってますね。あんまり、ちょっと、あんまり言わないでください。テンズのテンは自分の名前じゃなくて、テンパるからテンズなんですか？あ、秘密ってやってますね。これが正真正銘、いぶりがっこ照り焼きタルタル。うん、あ、あ、おいしい。ものすごくパテ肉肉しくて、牛肉と豚肉の、合わせたものを使ってるんですけど、はい、筋取りからあとはハンドチョップで全部みじん切りにして、あのパテにしてるんで、肉肉しさが、カリカリ感もありますね。コリッと感というか。そうなんですよ。これはいぶりがっこ。それがいぶりがっこ。風味もいいですね。いや、考えていらっしゃいます。最後にうめえコーラも飲んじゃおうかな。さ
さあ皆さん、僕のコメントに注目、梅のコーラですよ。うめえ、爽やかでしょうね。実はその他にも、え、ミルクコーラ、ヨーグルトのようなまろやかな味わいなんですよ。旬の食材を使ったハンバーガーなど、自家製ならではのメニューにこだわる磯田さん、いつかは自分のお店を持ちたいと頑張っています。何よりも美味しい、はい、自家製にこだわって、まあ、そういったものを、まあ、一緒にこう発信していって、はい、まあ、彼が成長していって独立していくっていうのが、それを見届けられるっていうのがとても嬉しいです。本当に今日はね、本当にあの天さんだけにテンパったところも、ね、はい、お見せいただきましたけれどもね。ただ本当に、こだわりにこだわりにこだわり抜いた美味しいコーラとハンバーグ、これからもね、妥協せずに頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃ最後だけハンバーグ入れてましたから。あ、ハンバーガー、あ、俺、僕は間違った、僕はテンパった。テンパってました。あ、ハンバーガーです。僕がテンパりました。ここはテンズでした。お後よろしいようです。